阿佐ヶ谷住宅。前川国を設計の傾斜屋根住宅棟阿佐ヶ谷住宅は、かつて、東京都杉並区成田東に所在した全個数350世帯の分譲型集合住宅地。日本住宅公団により造成された。解体され、跡地には、プラウドシティ阿佐ヶ谷が建設された。前川国を設計のテラスハウス。大きな傾斜角を持つ赤い屋根が、 特徴的な低層建て個人住宅。日本住宅公団が設計した中層建て集合住宅。1958年竣工地上3から4階建て鉄筋コンクリート作りの118個と地上2階建て補強コンクリートブロック作りのテラスハウスタイプ232個で構成される。設計は発足3年目の 日本住宅公団設計課が行った中層集合住宅部分と前川国を建築設計事務所が担当した低層傾斜屋根型テラスハウスの174個とが共存する形式を採用した豊富な緑地を確保した配置計画は個人のものでもないかといってパブリックな場所でもない得体の知れない緑地のようなものを市民たちが どのような形で団地の中に共有することになるのかをテーマに講談の設計家が整備した。南阿佐ヶ谷駅から徒歩5分、東京都立全国寺川緑地公園と東京都立杉並高等学校に隣接する立地に所在した。都内有数の緑地帯を形成する全国、寺川緑地のグリーンベルトと集合住宅が連続した住環境を構成した。 阿佐ヶ谷住宅内に設置された運動場。運動場内では住民同士の親睦を深める花見や運動会が開催された。阿佐ヶ谷住宅内の給水塔。当時の給水ポンプでは前戸への水供給力が足らず、水を給水塔上部まで汲み上げ、降りる勢いを利用し各家庭へ水供給を行った。給水塔下にポンプ室が設置された。 昭和期に二度の建て替え計画が議論されたが、集合住宅の8割を占める社宅の地権者である企業側と2割の個人地権者との間で意見が合わず、建て替え計画は実現しなかった。平成期に入り、地権者同士の建て替え計画は進むも、建て替え後の周辺環境について近隣住民と意見が合わず、建て替えまでに長期間を要した。最終的に建て替え案を 中層建て集合住宅575個とすることで合意し、2013年4月から取り壊し工事が行われ、新集合住宅は2016年に竣工予定。この再開発工事に伴い、当地を経由するコミュニティバス杉丸の経路も変更された。ありがとうございます。